ます。虫ポケモン探しに旅に出たいと思います。虫ポケモンじゃ、そんな縛るほど虫ポケモンっているのかな？ちょっとでも、なるべく虫ポケモンでやって行きたい。でもね、なんせね、ポケモン、大にわかですので、皆様の知識にだいぶ頼りながらやっていこうと思っております。よし！まあ、虫取り網網どこ網お虫か？あ、待って、虫っぽい。すごく虫です。あ、クモみたいな感じなのかな？タマンチュラ、タマンチュラ。え、かわいい。名前つけましょう。なんて名前にしよっかな。なんか、毛糸に、足生えてるから、毛糸ダコって名前にしよう。タコになっちゃった。むーし、むーし。木に止まってるかもしれんからね。止まっとらんかー。あ、やめて。今、豚さんの気分じゃない。お前は虫だな。え、かわいいね。芋虫？小吹き虫。何にしよう。歯がニュって出てたから、ビーバー。お前の名前はビーバーだ。かわいい犬がおる。犬だよね、これ。いや、虫ってことにしとくか。パピモッチ、かわいいパピモッチ。これは虫だな。よし。よし、お前の名前は、虫犬だ。決めたぞ。あ、フェアリーだから虫だね。大丈夫、名前に虫って言うときは虫になるから。虫犬。虫の犬。あ、これさっきの可愛いやつじゃん。いや、可愛いから虫だね、あれは。これをなんとか虫だとこじつけていく必要がある。名前を。ネズミポケモン。ネズミポケモンか。いや、違うね。いや、違うね。うわぁ、迷うな。カブトムシ。クワガタ。オッケー。クマガタ。カタカナにするか。クワガタ風にしとけば虫っぽいっしょ。クマガタ。バレんな、これは。あ、かわいい。いや、木に登ってるから虫かな、これ。わあ、虫に したい。いやー、ダメだ。でも、このままじゃ過半数が虫じゃない虫になっちゃう。小さすぎて判断ができん。虫、スズムシ。いや、待って、トカゲいる。あ、違う。これ、スズムシですね、絶対に。戦いましょう。あ、確実にスズムシです。頭に鈴ついてる。オリーブ、あ、オリーブか。なんだ。じゃあ、全力で倒しに行かないといけない。テラテラス！あれがいいのに。ミツバチみたいなやつ、雨降ってたらいなくね？いるいる、いっぱいいる。わ、どれがメスかな？かわいい。顔に赤いのついてる。あれ、さっきもついてたかな。あった、メスだ。わあ、名前つけよう。何にしようかな。うわ、誰と交換しよう。やばい。もう手持ち虫しかいないから、どうしたらいいんだろう。ミツハニーって名前なんだ。うわ、何にしようかな。シャンコ顔があるから、ミツハニー。ミツとハニー。あー、わかった。ちゃんと元に戻してあげよう。ミツバチにしてあげよう。ミツハニー、そんなおしゃれな感じいらないから、ちゃんとミツバチに戻りなさい。うわ、誰と交換しよう。ピカチュウは絶対にピカチュウだからやめてほしいって。確かに。
ポケモン知らない人でもさすがにピカチュウが虫じゃないことは分かっちゃうか。確かにバレバレだね。やめとこう。おお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 お、テントウムシ？テントウムシだね、テントウムシだね。うん、違う？コロボウシ。コオロギ、あ、来た、コオロギ来た、虫来た。うん、コロボ、え、どう見てもテントウムシなんだけど。いや、テントウムシで。どんどんちゃんと虫になってく。あー、じゃあ次。うわぁ。つながった、バイバイ。お、町に着きました。どうやら光の周りに虫がたかった。あー、虫ー、え、めっちゃ虫ー、え、蝶々だ、いいなぁ。光の周りにたかってないってことは、どう考えても LED ライトなんですよね。やっぱ蛍光灯にしか寄ってこないからな、虫。うわぁ、なんだよ、最新かよ。パルデア地方。蛍光灯ないんか、自販機とか。あ、あー、カブトムシいるやん。これなんて言うんだっけ、ケンタロスだっけ、ケンタウロスだっけ、ヘラクロス、あー、めっちゃそのままじゃん。え、カブトムシだけどね、見た目は。ヘラクレス名乗ってるのか。見え張ってるわ、ちょっと。え、いるのこの辺に。めっちゃ欲しい、めっちゃ欲しい。いないのか。残念。あ、後からねねも虫、虫のジムのリーダーになるために、一旦様子見とこうかな。なあ、かわいい、なにこれ。え、キモ。え、キモかわいい。え、なんだろう。うわ、カサカサ言ってるなあ。え、多分虫なんだろうけど、四足歩行だ。バッタか。バッタ、あれ、あんまりバッタ好きくない。将来有望の虫ジムリーダーが来ましたよー。